ここにちょっと来ていただいて、フロンターレのオペーロの用語係の伊藤さんです。ちなみに、川崎フロンターレは1997年からスタートしてますが、まあ、その時に僕らね、1期生なんで、最初からずっといるんですけども、もうだから、25年目、ね、で、今も用語係されてるんですけど、ここで伊藤さんに問題です。ジャジャンって今音入ってるんで。こちらの方、覚えていらっしゃいますか。ちなみにですね、もう覚えてないよ。那須さんの YouTube チャンネルのスタッフの小田さんとおっしゃる年齢は25歳だから、ちょうど僕らがスタートした時ですよ、チームもね、はい、さあ覚えていらっしゃいますでしょうか。さあ、ということでじゃあ正解をいきましょう。正解を皆さん、せーの、はい、どうぞ。一番見てほしいのは一番奥なんですよ。俺だよね。僕実は僕中学生の時に伊藤さんのホペーロの仕事を職業体験させてもらって、アソグランドあるんですよ。覚えてますか。あ、来たのは覚えてるって、職業体験で、それは覚えてる。けど、はい、4人のうちの1人でこんなに大きくなりました。いやでも、僕もめちゃくちゃ覚えてて、それこそこの多分ジュニーニョさんのスパイクなんですけど、この水野の文字が汚れないようにちゃんと拭くんだよみたいなことを教えてもらったりとか、僕の中で思い出になってます。取ったね。アシックスだから10ぐらいかな。サプライヤーが違うのね。すごいサイズ。すみません、那須さんにカメラマンしてもらって。全然大丈夫ですよ。じゃあ記念撮影をしてください。じゃあせっかくなんで、はい。じゃあ伊藤ちゃんストップ。小田さん、伊藤さん、小田さん、伊藤さん前に座って。後ろ、はい、選手すみません。これ、これもいいじゃん。あ、これ。こんな選手いとっけな。いや、そう思いますよね。こんなことをしていただけるなんて、すみません、ありがとうございます。本当に YouTube チャンネルの格好のネタですよ。あ、本当ですね。そんな、そりゃそうです。12年前の登り、高校卒業した直後だろ。こんなね、プレハブでやったんだ俺たち。寒い、寒いプレハブで。これ人工芝、あそこが人工芝で、これが向こうにあって、あそこはそのままプレハブだった。これの建物の半分だった、うん、これが、これ作るからって全部バックずらして、向こうをあっちにして、で、こっちに。いや、嬉しいっすね。うん、こんなフロンターレファンからしたら、こんなこんないいことないっすよ。うん、いや、公言していいんですか。いや、もう川崎にね、はい、ずっとそうっすもん。うん、もうこれからもフロンターレ全然全然俺の時と違うんだよね。いや、それなんか、ね、初めて出会った時もこんな喜ばなかったけどな。いやいやいや、一応ちゃんと喜んでました。あ、喜んでんだ。いやいや、もうなんかすごい嬉しそうだからさ。いや、嬉しいけどね。何嫉妬してんの。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。